変な人がそこに。私追いかけられて。そこの木陰。お前たちそこを動くな。動かなければそいつは何もしない。
いいな、動くんじゃないぞ。少し待ってろ。立てるか。ならばさっさと屋敷へ戻れ。町に住んで、さっきのやつも町の住人の一人だ。俺はやつを連れ戻しに来た。やつら普段は出歩く、いや町から出ることなどないのだがな、あるいは何かの予兆を。お前たち、帰ったらテオに伝えろ。テオ・パドリーノだ。主は忌まわしい全てのことをお前に報いるだろう。俺は見届ける。お前が裁きの座に引き出されるのを。のいちご全部落としちゃった。
あんなにいっぱい取ってきたのに。聞いたから。ごめんなさい。私なんともなかったのに。足首のあたりです。この辺が…あ、痛い。最初に転んだ時でしょうか。